はい今回は、開閉法について解説をしていきます。閉方根の近似値、例えばルート2とかルート3とか、ルート5であれば、大体の近似値って覚えていますよね。ルート2であれば、人よ人よに人見頃。ルート3であれば、人並みに溺れやルート5であれば、富士山陸にオうムなく。など、 えー、語呂合わせで、えー、覚えている場合が多いんですがさすがにですね例えばルート31の近似値とか、えー、そういうのを覚えている人はあまりいないわけですよね、えー。で、そういう時にこの開閉法を使うと、えー、ルート31の近似値とかルート19の近似値とか、ねえー、小数第2位、小数第3位までとかであれば計算ができるという。 計算技術ですね。この計算技術について、えー、解説をしていきたいと思います。はいえー、まずはルート2の近似値を開閉法を使って、えー、解いてみましょう、えー。ルート2の近似値は大体いい知ってる人の方が多いですよね。人、えー、よ人よにという語呂合わせでね、大体1.4142と覚えています。ね、なので逆に 開閉法のやり方を忘れたときなどに、これでよかったかなっていう確認がルート2を使ってできるということですよね、はいえっと。そういう意味もあって、ルート2でまずはやってみましょう。はい、ルート2、線を長めに引きますよ。そしてこちら左側に四角2つ、この2つの四角には同じ整数ですね。正の整数が入ります。で 入れる基準は2を超えない数です。かけた時に2を超えない数ですので、まあ1ですよね。そしてその1を、ね、1かける1ということでここに1をかけます。そして、四角の中の1は2の上に持ってきます。そうしますと、この1たす、この 1の下の丸の下丸中ですね、えー、ここには上2つの整数を足したものそれを書きます、ねえー、そしたらですね次にやることは何かっていうとまず小数点を置きますねそして00、えー、ですね、えー、この小数点のラインを境にしてなぜか2桁ずつ、ねえー、やっていくんですね、えー この理由はですね、えー、ここではもう解説をしません。えー、ここでやるのは、計算技術だけを習得することを目的としたいと思います。ねはいえー、そうしますと、2引く1、えー、普通割り算でもね、えー、引きますよね、ここ、引いたものをここに書きますよね。で、1だということですね。で、こちら、ねえー、0をここに下ろしていきます。 そうすると、今度はここに今度は赤い四角の枠が出てきましたけどこの赤い四角の枠の中にまた同じ数を入れてでえ上の2桁の数と下の1桁の数をかけたものが100以下になるギリギリ一番大きいものですね、それを考えるんですね。はい、え。ー こちらの掛け算です。これが100以下ですよ。で、できるだけこの四角の中には同じ数字で一番かけた結果が大きくなるものですね。これを考えます。そうしますと何が入りますかねはい。えー、これはちょっと考えてみましょう。3が入るのかなもし3であれば、 えー、ここは 23×3 ということですよ、えー。何が入るかというと、まあ、4ですよね。えー、24×4。これが100を超えない一番大きい数になりますよね。はいえー、なので、えー、こちらの方にも4を入れてやって、ねえー、そうすると、まあ、24×4 は96です、ねえー。そして この上のところですね、これには当然4を入れてやる。この中の4と同じ4を入れてあげるということですね、はい。そしたら、今度はですね、この下にまた上2つを足したものですね、24足す4、その数字を入れてやりますで。次に、こちらの方には100-96ですね。 100−96 をこのところに書いてありますそうするとまあ4ですよねはい、えー、そしたら今度はまた線を引いて2桁、ね、普通の割り算だと0を1個ずつ増やしていくんですけど開閉法は0を2つずつ増やしていくんだと覚えてくださいそうしますとこの緑の枠の中にはまた同じ数が入ります そして、こちら、ね、上の方に出てきたこの緑の枠の中には当然ここに入った数がここに入ってくるということになります、はい、0を下ろしましょうそうすると400ですねなので400を超えない数ですそうするとこの場合1ですねもうだってここ2を入れちゃうと 282×2 は 400を超えちゃいますからね。なので、もう1しかありません。ですので、1を入れてやる。はい、えそうすると、もう同じ手順ですよ。281ですね。えー、281×1 ですよ。ねはい、そして、えー、引いてやる。ねはい、400引く281ですから、119です、はいえー。で、また、丸を2つ増やしましょう。ね そして0を下ろしてくるということですね。はい、で、ここは上2つを足しますよ。281足す1です。そしてまた、はい、今度は青の水色ですかね。水色の四角い枠が出てきました。ここに同じ数を入れます。で、ルールは一緒ですね。こちらにも 四角い枠、ね。ここに入った数字がここに来るということですね。はい、で、えー、11900。この数を超えないで、一番大きい数になるように何が入るか探していく、はい。そうしますと、これは4ですね。はいえー、2824×4、えー。だから、こうなりますね。えー 10あこれが一番ね、えー、1万1900を超えない一番大きい数ということのですね。はいえー、そうすると、もうこれで少数第3位まで出ましたから、えー、ルート2の近似値は1.414である。確かにこれはあ我々が覚えている近似値と合致しますよね。はいえー、なので、このやり方で、 いいいんだなという確信が持てるわけです、はい、では次にルート5、はい、これを今度はね是非、えー、動画を止めて一回自分で、えー、試しに解いてみてください、はい、ではルート5の近似値やっていきますね、はいえー、ルート5ですね、えー、まずはあ黒い四角の中に入る数を考えます えー、この黒い四角に入る数同士をかけて、えー、5を超えないものを探すんでしたよね、えー、その一番大きいものでしたよそうすると2ですよね 2×2 の時が一番大きくなりますね、えー、かけた数が4ですもんね、はい、でこの5の上にも当然2がきます、はい、そして5の下には4が来ると、ね、2と2をかけたものがここに来ます はいえー、では線を引きましょうで次にどうするかというと小数点を置いてやって、ねえー、このライン縦のラインから丸2つを右側に増やしてやるんですよね、えー、そして、えー、5-4で1となってこの丸2つ02つを下ろしてきてやるだから100ですね100を超えないものを今度探すということですよ で、丸の中には2と2を足したもの4が入ります。そしてこの4の横とその下に赤い四角をね、枠を作ってやって、ここにはまた同じ数が入るんだということで、100を超えないでね、大きいもの2ですよね。42×2。2 84。これが一番大きい数ですね。100を超えないで一番大きくなる数。なので、こちらの方には2が来ますよ。2.2まで分かったわけです。ルート5の近似値が2.2まで分かったということですね。はい。線を引きます。そうしますと、今度は100-84で16であると。ねはいそして、また、 0を2つ増やします。で、この0を下ろしてきてやる。だから今度は1600ですね。はい。そして、足しますよ。44です。そしてその四角に今度は緑の四角をつけますね。はい。そしたらもうルールは一緒ですからね。はい。1600を超えないで、この四角に同じ数字が入って、 掛け合わせて1600を超えない一番大きくなる数3ですね 443×3 この時が一番大きくなりますよねはい3を入れてやりましょうそうすると1329となりますのでまあ一番大きい数ですねここに3と置いてやります2.23まで出てますね はい。そしたら、線を引いて、えー、また引き算ですね。えー、1600から1329を引きますので、271となりますね。はい、えー。同じことをまた繰り返しますよ。はい。今度はまた、0を2つ増やします。えー、そして、その0を下に下ろしてやって、えー、27100ですよね。はい。そしたら、あ今度は、446。ね。 上2つを足したものですよそして、えー、水色の四角い枠を用意してやって、はい、27,100を超えない最大のもの6ですね、えー、そしたらこのかけたものは、えー、26,796と計算されます、ね、したがってこちら、ね、2.236まで分かったということになります はい、従ってルート5の近似値、小、まあ、数第3位まで求めればよいということなので、2.236と分かるわけですね。はい、それでは最後ですね。ルート345、これをやってみましょう。はい、またね、こういうふうに長めにこちら、線引しますよ。そして、小数点、ね、この右側に0が2つずつ増えていくんでしたよね。 じゃあ左側、これ3桁どうするのか、ねえー、まずはここにね基準となる縦線を引いてえ左側にやっぱり2桁ずつ切っていくんですね、このようにそして、まずはこの3に注目して考えるその後またこの2桁に対して数字が1個出てくるという考え方です。 はい。まずは、黒い四角の方ですね。えー、やっていきましょう、えー。同じ数字が入りますよ。ここにはね。えー、で、3を超えないものということですから、まあ、1ですよね。これはね。はい。従って、えー、こちらにはまず1が入るということです。えー、そして1、1る1で、えー、そのかけたものが3の下に行きます。ね、はい、えー。線を引いて、えー、ね。 で100を、ね、置いてやって、結局340から100を引いたもの、345から100を引いたものですね。はい、そうすると245であると、はい。で、この丸の中には1と1を足したもの、2が来ます。そして、この赤い四角ですね。こちらにまた同じ数が入るんだと。 245を超えないもの、えー、一番大きいものを探しましょう。そうすると、この場合、8ですね。えー、8×28、えー、これが245を超えない一番大きい整数ということになりますね。この8は探すんですよ。ねはいえー、そうすると、224ということになりますので、えー、こちらには8が入りますよということですね。 はいえー、同じ手順です、えー。引いてやりましょう。245-224、ね。ということで21。ねはい、そしたらあ、今度はもうさっきまでと同じ手順です。えー、0を2つ増やします。えー、そして、この0をお下ろしてきて、ね、えー、2100を超えないものですね。はい、そしてこちら左側、あ丸の中に入るのは、 上2つを足したものですね。36。そしてこの緑の枠の中には同じ数字が入る。ということで今度は5ですかね。365×5。これが2100を超えない最大の整数ということになります。1825ですね、はい。ではここに5を入れて、ここが5と分かるわけですね。18.5まで分かりました。 また線を引いて同じことを繰り返します。引き算ですね。2100-1825。275ですね。はい。そしたら、また丸を増やしますよ。ね。そして、えー、下ろしてくる。0二つを下ろしてくる。そうすると、27500です。ね、27500を超えないようにしたい。 370と、この右側に、ね、水色の四角い枠ということですね、はい。そしたら、今度は7ですかね。3707×7。これが一番大きい数だと。ちょっと計算大変ですけれどもね。はい、そうすると、25949と出てきます。はい、ということで、7だ。 なので、こちらも7ですよね。18.57と、ね、小数第2位まで見つかるわけですね。はい、これ引いた結果は1551ですから、まあ、明らかに3707を超えておりませんので、これが一番大きいですね。はい、よって、√345 の近似値は18.57ということがわかりますということですね。 はい、それで話はちょっと変わるんですが江戸時代の和算家である吉田光義の書いた「人工記という本の中にですね、すでに開閉法というものが紹介されているんですでこの人工記には開閉法に限らずですね、掛け算やら、くくやら割り算、面積そして利息計算また立方根の求め方とか えー、そういうものですね、えー、そういう算術を身近な話題をもとに解説しでこれ一冊で、えー、当時の日常に必要な算術全般をほぼ網羅できる、ねえー、そういう内容の本だったそうです、えー、室町時代には掛け算すらできない人が大多数であったのにこの人工期が非常に普及しまして江戸時代の中頃には そろばんが使えてそして九を覚えていてそして割り算もできるそういう一般の人たちが現れてきたということだそうです。はい、説明は以上です。ごご視聴ありがとうございました。